で、秋のツアーが10月2日から12月30日の大阪城ホールまで47本ですね。本数だけは立派にすごいね。ガンガンやってます。本当によくやってるね。はい。これまででさ、はい、何千本何百本の。こういうツアーとしては、うんうん、アルフィーの、なんですか、自分たちのツアーとしては2300、うんうん、400本ですかね。それでも2000本ぐらいのもんかね。もう1万本ぐらい行ってるのかと思っちゃう。そんなには行ってないですよ。行ってないんだね、意外と。はい、2300か400です。はい、あ、そう。2000何百回。はい。そうすると俺は1000回も行ってないな。拓郎さんはだって、ね、年間60本ぐらいが最高ですか。一番多いんで60本ぐらいだからね。そんな1000本も行ってるんでね。俺じゃ何百本しか行ってないんだ。1000本行ってるんですか、ね、すんげえ何十万本もやってるような気になってるけど、実は実は40、50本、100本ぐらい、俺は。坂崎は2000本。僕ら、一番多い時120本以上やってましたから、ね。年間でね、すごいな。でも、平均して100本として20年で2000本ですもんね。そうだよ、はい。だから平均100本もやってないから。すごい本数なんだな。本数は多いです。で、この年12月30日。本数は多いです。内容はどうなんですか、太郎さん。内容は分かんないけど、本数は多いです。本数多いですよ。初めて聞いた、そんなコンサート。言わないですか、内容はともかく、本数、ザ・フーは、ピート・タウンセントが、うん、内容はちょっとこっちを取って、本数は多いんだよ。言わないですか言わねえよ、お前。言わないです。ストーンズも言わないですか。ローリング、ミック・ジャガー、キース・リチャーズがさ、なんだか知んないけど、コンサートのことはよく、少しよくわかんないんだけど、本数は多いぞ、俺たちはって。言わないよ。言わないですかね。血入れ書いてんだよ、血を。血入れ書いてんだよ。キース・リチャーズは、血を抜いてるんだよ。言ってなかったかな。ミュージックライフにライフ誌で言ってたね、キャスミュージックライフ出てない。出てないですか。おかしいな。湯川玲子がインタビューしてた。ありえない、ありえない。インタビューしてたキャスミュージックライフ。本数多いんだよな。星カルミコ。星カルミコ。ミュージックライフ。そうですね。